今回はあえて覚醒させてません。皆さんこんにちは。今日はですね、コルド大王の調教習の方をやっていきたいと思います。フレンドを含めた合計コスト100以内のチームで挑めということで、こちらはコスト縛りのイベントとなってます。それでこいつはね、独眼覚醒するんだよね。なのでそのために必要なメダルをここで獲得するということですね。やっていきましょう。パーティーの方こちらになります。まずですね、タオパイパイとチャオズ、こいつらはあえて、覚醒の方をしません。というのは覚醒するとコストの方が上がってしまうんですよ。まあ、例えばこのチャオズだったらコスト8なんですけども、覚醒して SSR にすると12とかになってしまいます。まあ、ついでにここから説明していきます。パッシブスキルの方が味方全員のアタックとディフェンスをまずアップさせる効果があります。まあ、そしてサイボーグタオパイパイ、こいつが力属性の気力プラス3、そしてブルマで力属性の気力を上げて、で父ですね、こいつは前のね動画でも説明したんですけども、体属性の敵のアタックを 30% ダウンさせます。次ヤコンなんですけども、こちらはガードが決まるとさらにダメージを 30% 軽減。そしてなんと言ってもドラキュラマンですね。まあ、必殺技なんですけども、相手に中ダメージを与えて必殺技を封じてくれます。まあ、この機能いいよね。ということで、まあ、こんな感じでやっていきます。フレンドさんはもちろんゴジータ、こいつでやっていきます。どうしようかな。まあ、センズとちょっと手っ取り早く、倒したいので、アナウンサーの方を連れていきたいと思います。連れてくっていうか持ってきますアイテムね。でセンズで今回デンデじゃなくてカルゴね、デンデ使いすぎてさ、あと1個になっちゃったからカルゴ持ってきます。まあ、これでも問題ないと思います。じゃあ挑みます。はい、今回の、コルド大王、前回のタオパイパイと同じで、一回ね倒したらまた今度強くなって帰ってくるという感じで、HP の方がね3本確かあるんだよね。なかなか厄介な野郎だけども、まあね、あのフレンドさんみんなゴジータ持ってると思うんで、ゴジータ使ってあげてください。こいつマジで何でもかんでも使えます。そしてゴジータの必殺技発動させるときにアナウンサーをね使っていくと、まあ、そのタイミングで、チャオズだったりがいてくれるといいかなという感じですね。チャオズは確かにディフェンスもアップさせてくれるんだよね、 10%。 うん、父もいるとさらに食らわなくなる。まあそんな時に、ヤコンなんかいてくれるとものすごく食らわないというパーティーです。じゃあやっていきます。はい、早速味方全員のアタックとディフェンスがアップします。順番を揃えていきますか。どうしようかな。ちょっと面白いことしたいんで、チャオズと父を一緒にしたいですね。さあやっていきます。まずはね、そうだな、こいつ1体目なのでアイテムとか使わずに、で次のねコルドの時にもうバンバンアナウンサーは使えたらなと思います。さあ必殺技打ってきたよ、1万。はい、でここでヤコンの、あ、ヤコンと一緒にしたかったけど、まあしょうがねえな、これは倒せるか、倒せそうだね。まあいいや、とりあえずこれでやっちゃおう。でここで必殺技を封じて、まあ、多分もう打ってこないと思うけど、ここで倒すっていうね、まあまあいいでしょう。はい、それでここですよ問題は。じゃあアナウンサーからどんどん使っていきますか。 30% アタックがアップします。
できるだけね、アイテム使った時は全員必殺技打ちたいですね。あのアイテムもったいないんで、せっかく 30% 上げてくれるので。よし、これで1本目削れましたね。まあ、大体ゴジータの時に1本ずつ削っていきたいです。はい、まあ相手のアタックをダウンさせて、こっちでもディフェンスを上げると、うん、いいね。順番的にはどうだろう。次ヤコン隊が来るんでね。まあいっか、相手1体だから大丈夫だね。これでいきたいと思います。いいよ。木玉がねえからやばいよ。次で回復ですね、とりあえず。よし、回復プラス、ちょうどヤコンいるんでね、ヤコンでガードしていきたいと思います。そしてアナウンサーもう普通に使います。どうしようかな。はい、さあここでね 30% 軽減させてくれますんで、全然食らいません。ゴジータ、よし、残り1本です。そしたら、またねアタック 30% ダウンプラス、チャオズってね 10% こっちが、アタックディフェンス上げてます。まあこのターンはね基本もガード系でいいと思います。で次で仕留めるって感じね。全然食らわない。そしたら、これでもちょっとどうしようかな。どうしよう、どうしよう。ヤコンね、迷うな。どっちでもいいんだけど、必殺技封じますか。はい、これで1回目打ってこなかったら大丈夫だね。 OK、 これで必殺技ね相手打ってこないので安心して攻撃は見てられます。はい、これ多分ラストですね。ゴジータでラストだという感じですね。まあなのであえてねこう Z 覚醒させないで取っておくっていうのもまあありかと思います。まあ、今後ね多分それが、うん、鍵になってくるかもしれない。あえてコストを抑えたパーティーを作るには。はい、ということでね、今回はこちらのコルド大王、独眼覚醒のメダルのステージですね、やっていきました。まあ、コスト100以下ということもあって、まあ、Z 覚醒させてないキャラをあえて連れてってコストを抑えつつ、まあ、フレンドさんのゴジータ、もしくは、まあ、他に、ね、火力のある、キャラクターを連れてってアナウンサー使ってぶっ放していけば、まあ、問題なく勝てるかなと思います。そして今回ね、キーマンとなったキャラクターはですね、やっぱこのチャオズ、チチ、ヤコン、ドラキュラマン、まあ、全部ね、いいんだけど、まあ、コスト見てもらえると分かる通り12以上はいないわけだよ。で、これでちょうど51。で、そうすると、相手ね、フレンドさんでゴジータ48だっけか、連れてきますんで、ちょうどね、99コストに抑えられます。サイボーグタンパイパイもですね、ここから Z 覚醒すると12になっちゃうんで、そうするともうゴジータ入れれなくなる。うん、
なのでこれがね、今のところベストかなと思います。ちょっと電話、ちょっと待って、お休みモードって電話普通に来るの？どういうこと？ということで終わります。ありがとうございました。では、次回も、ムダ毛乳毛動画でお会いしましょう。